ピケ、今日はお客さんが来るよ。いつもお世話になっているサラランルーチェさんと新しいリード、ハーネスの打ち合わせです。サラランルーチェとはサラちゃんママが趣味で始めたパラコードアイテムのブランド。強度の強いパラコード、ドッグギアにうってつけの素材。色や編み方をアレンジして世界に一つだけの愛犬のアイテムが作れる。小型犬大型犬ともにリピーターさん多し。ピケが昨年作ったリードがこちら。サラちゃん登場。サラちゃんはピケがまだスリリングでお散歩してた時に話しかけてくれた以来のお友達。先日からなぜかピケがサラちゃんに吠えるように。サラちゃんごめんね。ピケ、年齢を重ねるごとに気難しくなっているような。いや、まさか中二病。部屋の中でリードをつなぐことにしました。これは去年遊びに来てくれた時の写真。またこの時みたいに仲良くなれたらいいけど。今回欲しかったのは肩掛け掛けのリード。肩掛け型のリード。両手が空くのでお散歩撮影の時に重宝しそうです。サラママにモフモフしてもらいたいピケ。話が進まないから一回落ち着いて。毎日使うものなのでサイズがジャストでないと。長さは微調整可能なので冬に厚手のアウターを着ても大丈夫。サラちゃん見守りますと、ママがサンプルを取りに一度帰宅することに。じゃあちょっとよろしくお願いします。はい。案の定不安を隠せないサラちゃん。大丈夫だよ、ママすぐ戻ってくるよ。不安そうなサラちゃんが心配なピケ。大変な心境なのにカメラを向けると尻尾を振ってくるサラちゃん。僕はどうしたらいいんだろう。自分の非力さを痛感するピケ。
サラちゃんと目が合うと動揺するピケ。サラちゃんママまだかな。待っている時間は長いよね。縮まらない二人の距離。捨て寝し始めるピケ。ゲストほったらかし。サラちゃんママ到着。ひとまず安心。両手が使えて一見楽ちんそうなリードですが、ピケは大型犬なので注意が必要。使い方や注意点をしっかり教わります。正しく使って安全に散歩しよう。リードの編み方を決めよう。編み方だけでこんなに種類が。前のやつがこれか。で、草だけだとやっぱりこういう平たいやつがおすすめ。肩掛けリードは通常の編み方だと薄着の際に食い込んで痛いので平たい形がおすすめとのこと。ハーネスのサイズを決めよう。サラちゃんのハーネスをお借りします。サラちゃんと胴回りのサイズは一緒でした。はい、こんな感じで作ってください。ピケが洋服を着たり多少サイズが変わった時にも対応する機能が施されています。オプションで背中のハンドルもつけてもらいました。これ絶対ピケは必要。サラちゃんママにデレデレなピケ。この調子でサラちゃんとも仲良くしてほしいんだが。いいかも。リードも3色でやった方がいいと思う。はい。かっこいいしね。ピケ完全に甘えん坊モード。冷静に見守るサラちゃん。
11歳のサラちゃん、本当に可愛いな。年を重ねてもずっと可愛いんだな。ピケはどんな風になるのかな。リードの色を決めよう。持ち手はピケの体高だと短めの15センチがベストのよう。全部可愛いので悩みます。悩んでいる時間も楽しい。家族がリードとお揃いのタッセルを作ってもいいね。妄想が膨らみます。リードとハーネスのデザインが決定しました。どんな感じに完成するのかな、楽しみです。